君たちは何をしに来たの？どうも皆さん、悲願救済者リュウです。さあ本日なんですが、救っていきたいモンスターがいましてね、悲願っていうテーマなんですが、メインボックスに登場してはいいものの、これ君たちさ何をしに来たの？デュエルリンクスに。マジで、いや、悲願モンスターたち結構いくつかね追加されたんですけど、これだけ追加されてもマジで何もできんよ悲願。今日はですね、祈願の儀式モンスターが追加されましたんで、マジでこのモンスター救っていきたいと思っております。こいつマジで見たことなかったけど、一応ね出してるとこ見たことないですけど、あんまりあの人が、効果説明していきましょう。一旦に一度、善悪の祈願っていうこの儀式魔法ですね。これは儀式魔法で、儀式召喚ができますよと。で、一旦に一度手札から悲願モンスター1体を墓地に送る。相手のフィールドの表が表示モンスターを1体対象にして、墓地に送ったモンスターの攻守分ダウンさせると。相手のモンスターの打点をね。で、この効果は相手なんでも発動できるってことで、フリーチェーンで、こいつの効果を発動することができるっていう、まあ、そういう効果ですね。で、丸2番、このカードがフィールド上から、墓地に送られた場合、フィールドのカード1枚を対象にし、そのカードを墓地に送ると。だから、まあやられたらやり返すっていう、倍返しだっていうね、モンスターなんですが、このモンスターよく見ていただくと分かる通り、何の耐性もないんですよ。何一つとして効果の対象にならないとか、戦闘で破壊されないみたいな効果何もないんで、シンプルにトラップカードとか、まあモンスターとかで破壊されるんですね。破壊なり除外なりで、まあ一応フィールドから墓地に送られたら一応カード、墓地を送ることができるんだけれども、相手のフィールドのカードをね、なんだけれども、言うて耐性なかったらこんな2700ごときが生きるわけないじゃんこの環境。というわけで今回は対象耐性を与えるためにデモリッシャーっていうね、儀式魔人デモリッシャーっていうモンスターを巻き込んで、こいつを立てて、このモンスター儀式召喚に、の素材に使われると、その儀式召喚に成功したモンスターが対象にならないっていう効果の、まあ、要はヘイズとかあのオベレスクとかと同じような耐性になるんですよ。なので対象耐性を得た2700のモンスター、そしてこいつはまあ一応手札があれば、悲願があれば、打点下げれるんで、戦闘でもなかなか突破できんぞみたいな。こいつ手札に抱えてる場合は、だから盤面にこいつがいて、こいつが手札にある場合は、5400まで戦闘一応いきますんで、結構強いんですよね。できれば自分の打点を上げてほしかったみたいなのがあるけどね。相手が対象取れないモンスター出してくるとほぼ終わるっていう話はあるんで、できれば自分の対象に取ってほしかったみたいなところあるんだけれども、まあ、言うてこのデモリッシャーヘルレイカーしたらワンチャンあるかなと思って、デッキを組んでおります。はっきり言います、めちゃくちゃ弱いです。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、イザヨイアキ選手。見落としてはいけない大デュエル。お、私のターン。出た、新旧ヒロイン対決きた。新旧ヒロイン対決。さすがに髪型意味わかんなすぎて、多分アスカさんの方が人気ありそうですけどね。アキさんファンの方すいません。いやーリッカ来たー。風、絢爛か、絢爛発動かの、コスト強いな。エリッカボッタン持ってくる。なるほど。モンスター効果発動。はい。でプリム召喚、リリースされたら召喚できるモンスター。でリッカボタンはフィールド上のモンスターをリリースすると特殊召喚ができる。でボタンの効果によってまたなんか持ってこれる、風花を持ってくると。なるほど。風花発動ね。あーコズミックサイクロン刺されそう。風花多分あれ蘇生トラップですね。あの癖は多分あの癖は蘇生トラップなんで、一回ちょっと風花を交差していただいて、はい、ありがとうございます。さあこうして、ね、リチュアーチェインの効果によって、儀式魔法を持っていけることができる。対象トレイクなったら結構強いと思うんだよなこれ。で儀式の使い手発動、まあリチュアーチェインですかね一応。で打点で一応上回れるようにしといてからの、いけ全額の批判発動。儀式魔法の効果によって俺は悲願の騎士ヘルレイカーを儀式召喚。そしてこのモンスターは儀式魔人デモリッシャーを儀式魔にしているため、相手の効果の対象になることはない。バトルフェイズだ。くらえ。何？こいつあれってさ、
守備も上がるの、うわ守備上がるのか、守備上がるの、まあでもちょっと待ってくださいね、これ突破できるかどうかか、あとはいや読み突破できないな、突破できないから、まあ、これは素直にコースしちゃいます。まあいいでしょう、真っ白言うてですね、このヘルメイカーさん結構強いと思うんで、対象取れない、一応打点、相手の打点1000いくつ線引き下げれるんで、まあ、結構強いと思う、言うてそんな簡単には突破されないはず、あの風原もね除去できたんで、行くわ私のターン、さあ相手カード読んでるぞ、お前誰やってなってるぞ多分、あま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 あ、まあ、心身ね、で心身で墓地のあフィールド上のモンスターリリースすると2体特殊召喚できるやつ、モンスターを特殊召喚、はい、はい、いいです、モンスターを特殊召喚、はい OK です、モンスター効果発動、はいエリカちゃんの効果も発動して、モンスターを特殊召喚、ああ強い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 な、その展開力で、プリムの効果発動、はいプリム自身をレベル6にしていく、いやあのねトレミスとかだったらいいよ、トレミス嫌いだったら別に行くわ、モンスターをエクシーズ、あそれはいい、それはねそれはいい、それすごくいい、それはモンスター効果オッケー、対象に取れないんで今このモンスターは、自分のモンスター戻しな、自分のモンスター戻しな、バレブいいだろ、バレブを戻していいだろ、よしいいぞ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 、デモリッシャー活躍してるぞ、あー召喚器余ってるのか、やばい召喚器余ってるのきつい、あちょブラックローズやめて、冷たい炎、うわっ、ギャース現れよ、さらにモンスター効果きちい、ブラックローズドラゴンシンクロ召喚した、くそーフィールド上のすべてのカード、くそがブラックグローアップバルブの効果発動、くそがグローアップバルブを召喚、まあ、それぐらい許してやろう、いいだろう、そのぐらいは許してやるぜ、いやめちゃめちゃ強えな、返された、ヘルレイカー一瞬にしてブラックローズに返された、剣乱、はい剣乱で持ってきてボタンを、あボタンまで特殊化しないか、やばいって助けて、はいでボタン特殊召喚してボタン効果でまた持ってこえる、心身かな、いや強いよ強いよ、助けてよ、モンスターでダイレクトアタック、終了する、遊びは終わりよ、ねえリチュアチェイン、オッケーリチュアチェイン、まあ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 悪くないよ、悪くはない悪くはない、リチュアチェインでお祈りでデッキトップ何、デッキトップ何、あーでも待ってこれいけるか、突破できるか、ヘルレイカー持ってきて、で儀式魔法を持って、まあどっちでもいいんだけど儀式魔法を持ってきて、でこうですね、こうしてで、まあ、でもどっちにしても関係なかったから、儀式の魔法使いで使うから、儀式の使いで使ってそうだよね、これが、デッキから祈願カードを1枚手札に加える、悲願墓地を加える、まあ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 、で悪く、こうしてこれはこうしてで、これからの多分これでこうだな、これでいいな、これでいい、でヘルハウンド効果でもう一発善悪の悲願を落としとく、でこうしててか今やのも儀式の使い手使えばいいみたいな話あるんだけど、ちょっとなんかすげえ頑張ってるけどさ、アドバンテージ失いすぎじゃないこれ、アド稼がなすぎないこれ、儀式召喚しまくって手札ゼロ枚になったんだけど、これなんだよこれ、なんだよこれ、なんだよこのデッキ、ふざけんなよ、トレミスは効かないんで、ですね、あとツイートしたら、あれですね、打点上げてぶん殴ってくるのと、あとソードブレイカーとかですよね、あとフォーカスフォース、その2000よし、おぶれ、どんだけこのデッキアド稼がない、なんで今の時代にさ儀式してゼロ枚ってやばくないですかっていうだ、さあお相手の方ヘルカイザー亮選手よろしくお願いします、デュエル3倍、いやハンドは強いんだけどな、これハンドは強い、これで強いって言ってんの結構やばいけどね、さあサイバードラゴンコアを召喚、いいだろう、
さあサイバードラゴンコアの効果発動。さあコアの効果で、あーフローね。あーオッケー、オッケー、カードを伏せる。あーオッケー、それフローね、それがフロー、その自信満々に伏せたんで多分それがフロー。ターンを終了。オッケー、さあ私のターンで、デモリッシャーめっちゃくる、まずはフローはぶち抜かしてもらうぜ。さあそれだろフローは、よし、はい正解、リチュアーチェインを召喚、頼む儀式モンスターか儀式魔法があってくれ。いやよし、いいぞ、これはもうマジでどっちでもいいな。そしてスキル発動、儀式の使い手、儀式の使い手によってデモリッシャーを戻してモンスターカードを手札に加える。そして善悪の悲願を発動。さあフィールドのリチュアーチェインとフェーダーのデモリッシャーで、いやこれもうここでここやったら勝てんじゃねえか、これこれこうしたら勝てるって。いけ悲願の鬼神ヘルレイカー。そしてドラゴネルの効果発動、デッキトップに火曜神ゲー、10連敗ぐらいした。さあお相手の方は武田鉄夫、また珍しいキャラクター使ってんな。さあリチュアーチェインを召喚、リチュアーチェインの方が発動。ああなるほど、モンスター加えていく、なるほどですね。でもうこれやっちゃった方がいい気がするな。やっちゃ、まあ、デモリッシュじゃないけど、ちょしょうがないよこれは。リチュアーチェイン棒立ちエンドはさすがに意味わかんないから、じゃこうしとくしかないが、よえやってることよえやってることマジでよえ、ビビるわ。さあ田代、ちなみに今ほぼ2700バニラですね、ほぼ。まあ一応戦闘では相手の打点を2700下げるっていうことはできますけど、いやマジで今日本当にさ、君何をしに来たの、ヘルレイカーさんは。トフェニカやっぱもう終わったくさい、もうほぼ終わり、これは戦闘してくんないっすよね。デモリッシャーしてない段階でもうマジでやばいっすよねこれ。いやー終わったくせー、いやもう無理だってこれマジで。冗談抜きでほんと10連敗くらいしてる、ほんとにレジェンドランク。やっぱさフリー対戦が死んでっからさ、マジでこういうデッキどこで使ったらいいのって感じじゃない。もうほんまにねランク戦しかない環境マジで飽きたわ。もうなんかそういうことじゃないんだよ、そのフリー対戦でなんか悲願とか俺救いてえんだけど、なんでこの苦行をしなきゃいけないの。イングナルやばっ、全バウスモンスターじゃん、これ来た、やばい、全バウスおじさん来た、全バウスおじさんやばい。でもバウンスしてくれるのは逆にありがてえみたいなね話はありますけどね。強っ、もうトレミス出して殴ったら勝ちやったの今の。あーなんかある、あきっしょきっしょきっしょ、このデッキきっつ、キモすぎる。助けて、もうこのデッキ使いたくない。